町田駅は東京都町田市原町電にある東日本旅客鉄道小田急電鉄の駅である。町田市の中心駅であり、JR 横浜線と小田急線が乗り入れる多摩地域屈指のターミナル駅である。小田急小田原線の一部の特急、ロマンスカーを除く全営業列車が停車する。小田急線では2番、横浜線では1番の乗降客数を誇り、2車を 合算した1日平均乗降人員は約51万人と多摩地域で最も多い。小田急と JR の駅は徒歩で5分ほど距離が離れており、両駅間を結ぶペデストリアンデッキは乗り換え客や買い物客で人通りが非常に多い。南多摩地域の拠点駅として機能しており、駅周辺は百貨店や専門店、飲食店などが集積する。 首都圏区市の繁華街として発展しているため、市内のみならず、神奈川県の県央地域からも多くの買い物客を集める。小田急の駅舎は小田急百貨店町田店と直結している。路線バスの拠点でもあり、多くのカンナ中バスが当駅を発着する。神奈川県相模原市との都県境付近に位置しており、南口駅前の一部の住所は、 相模原市南区上鶴間本町となる。また、両鉄道路線とも、一旦、神奈川県を経由しないと当駅に至ることはできない。JR 東日本の横浜線と、小田急電鉄の小田急小田原線の2路線が乗り入れ、接続駅となっている。また、各路線ごとに、駅番号が付与されている。町田駅周辺の空中写真国土交通省国土、シリーン地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成町田駅周辺の空中写真国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成 JR 東日本駅開設当時の原町田とは、駅所在地の地名から名付けられた。その後、駅が小田急線町田駅側に移築されたことに伴い、町田と解消された。 当時横浜線の主力車両だった103系電車が、当駅終着として運行される場合の方向幕では、当初は町田に置き換えられずに、腹の文字だけ消されて、町田となったものもあった。解消に際しては、国鉄は当初すでに存在していた、宮原線、町田駅と駅名が重複していたことから、難色を示した。しかし、大阪府出身の当時の町田市長、 大下勝正が、東北本線福島駅と大阪環状線、福島駅の事例を取り上げ、すでに重複している例はあると国鉄を解き、解消にこぎつけている。小田急電鉄、原町電に新しく設置された駅という意味で、新原町電として開設された。その後、町出しの玄関口として、駅周辺が発展したことに伴い、駅の大規模改良工事完成を、 半年後に控えた1976年4月に町田と解消された。島式ホームに目に線を持つ地上駅で京上駅舎を有している。プラットホームは1980年の駅舎移転時に移設し、有効長は10両編成分が確保されている。ただし2021年現在、全列車が8両編成で運行されていることから、横浜方の2両分には転落防止策が、 設置されている。また、これまでホームドアは設置されていなかったが、4番線で JR 東日本メカトロニクスが開発したスマートホームドアと呼ばれる新形式のホームドアを試行導入することが決まり、2016年12月17日始発から車掌側1両分に試行導入された。その後、機器の改良を行った上で、 2017年7月29日始発から八王子型に扉分を除く一辺成分に2017年9月23日始発から八王子法最前部に扉分に拡大された。さらに開口部やバーの収納部などの改良を加えたスマートホームドアを設置するため2020年1月12日に4番線に導入されたスマートホームドアを一旦撤去し 2020年12月25日から1番線と4番線に改良系を導入した。改札口は中央改札とターミナル改札の2箇所で、それぞれ2階にある。中央改札は北側が中央口北口、南側が中央口南口となっている。南口のヨドバシカメラ側の上りエスカレーター並びにエレベーターは同点が開業に合わせて、 自費で設置したもので、現地には寄贈プレートが設置されており、現在は相模原市が維持管理を行っている。ペデストリアンデッキ上の屋根設置に伴い、北口の駅名標は以前よりも見えにくくなっている。また、南口の駅名標は2013年に撤去されて以降、再設置されていない。ターミナル改札はスイカ導入後も、友人改札のままで、 追加が使えなかったが、2006年頃に自動改札機を設置したのに合わせて対応した。なお、ターミナル改札は、2014年2月9日の駅、遠隔操作システム導入に伴い、一部時間帯を除いて無人化された。中央改札付近に緑の窓口と指定席券売機が設置されている。2005年から続いていたバリアフリー対応改装工事は終了し、 エレベーター並びにエスカレーター専用通路が設置され、また新設のコンコース脇にはニューデイズ、ベック、エスコーヒーショップ、ジュースーバーが開業し、同時にトイレの改装と冷暖房取り付け工事も完了した。この改装前から設置されていたエレベーターは、ホームと駅事務室を連絡する車椅子使用者専用のものであり、エスカレーターは上りのみであった。 改装前に存在したエスカレーター部分は現在階段となっている。横浜線は全ての定期旅客列車が停車する。かつて土曜、休日に運転されていた臨時特急、浜海寺は設定当時からの停車駅だった。直営駅であり、管理駅として、成瀬駅、小淵駅を管理下に置いている。乗り場北口側が一番線である。また、外側に線が主本線。 内側2線が副本線となっている。駅構内設備発車メロディ島式ホームにメミ4線を有する高架駅。現役車は地上11階地下1階建ての駅ビルの2階と3階の間を鉄道が貫くという珍しいスタイルで建設された駅である。傾斜地にあるため、新宿寄りではホームは地平でコンコースは地下にあたるが、相模大野寄りではホームは高架で、 コンコースも地平より高い位置にある。利用客の多さに比べ、ホーム幅は狭い。2005年から2006年にかけて行われた駅構内のリニューアル工事で、改札内コンコースの案内表示やエスカレーターの増設やトイレの設置、改札外コンコースのトイレの改装などが行われた。2005年7月に行われた調査により、 改札外天井部分にアスベストを含有した吹き付け材が用いられていることが確認されたため、2005年11月から2006年5月にかけて撤去作業を行った小田急電鉄の管区長、駅長所在駅。町田管区として、上戸駅当駅並びに新百合ヶ丘駅、唐木田駅間、町田管内として、柿尾駅当駅間を管理している。改札口は全部で5箇所あり、 駅ビルの2階のコンコースには、西口、北口、東口、南口がある。また、3階には小田急百貨店口があるが、これは百貨店内に直結しているため百貨店の営業時間帯以外は利用できない。駅が南側から北側に向かっての傾斜地にあるため、JR の駅、バスセンターがある相模大野寄りの南西側では、改札口のある2階は、 地面の高さから上がる必要がある。JR 中央口北口と町田バスセンターから西口へはデッキで直接結ばれているが、改札目によりデッキの方が高い位置のため若干下る。北口出口は地面と百貨店2階の改札口の間に段差がない。ただし、接続道路は南西側へ下り、北東側へ登る。 新宿よりの駅のすぐ北東側には、多摩川学園前8号踏切があり、北側、西側から改札へは階段を降りることになる。駅構内改札付近と南口方面への間には段差があり、改札より南口、東口地下道への通路が若干低い。乗り場駅構内設備出入口周辺、小田急電鉄の町田駅には、複数の出口が存在する。 JR 東日本と小田急電鉄で連絡乗車券などを発行できるように検討していたが2008年3月15日より当駅経由の連絡定期券の購入ができるようになった。最近まで JR 東日本と小田急電鉄との間で連絡運輸の協定がなされていなかったため JR 横浜線と小田急小田原線を乗り継ぐ場合の連絡乗車券 定期券などの購入はできなかった。そのため、それぞれの乗車券は別々に購入する必要があった。このためか、両社において、スイカやパスネットが導入される以前は乗り換え客による乗車券購入待ちの列により、自動券売機付近が非常に混雑し、自由通路を通ることができない状態になっていた。2014年現在でも引き続き連絡定期券。 以外の連絡乗車券類は購入できないため IC カード IC 定期券所持者以外の不便な状況は変わっていない。なお、定期券以外の連絡運輸が設けられていないのは横浜線と小田急電鉄は開業時から現在まで別駅扱いのためとみられる。その経緯については歴史横浜線の駅の移転についても参照。似たような例として 武蔵野線南越谷駅、東武伊勢崎線新越谷駅などがある。2社を合算した2019年度の1日平均乗降人員は約51万人である。これは町田市のみならず多摩地域の鉄道路線全域で最も多い値である。各年度の1日平均乗降人員は過表の通りである。各年度の1日平均乗車人員は過表の通り。 JR の駅北側は、東京でも、有数の商業地、繁華街として発展しており、小田急百貨店やルミネ、丸井といった大型商業施設や飲食店などが、小田急と JR の駅を中心に多数集積している。駅周辺は、多摩地域有数の商業地として、吉祥寺、立川、八王子と合わせて、多摩地域の4大商業地に数えられ、南多摩地区の拠点である。 南多摩地域のみならず、神奈川県央や横浜市北西部の拠点としても、栄える。小田急線と横浜線中央口北口周辺は、東京都町田市の原町田、森の中町で、現在の繁華街は主に、原町田4、6丁目付近に広がる。一方、横浜線の町田駅南口周辺は、原町田1丁目だが、 境川の急流路が現在での神奈川県との都県、境となっているため、境川を渡った相模大野駅側や、町田駅側であっても南口前のデニーズをはじめとした一部の住所は、相模原市南区上鶴間本町となる。鉄道の開業前、現在の駅周辺は、鎌倉街道が横切る原野だったが、鎌倉時代より、鎌倉街道の宿場として栄えた。 町田村の一部住民は1580年代にこの地域を開拓し、現町田村ができる。その後江戸時代末期の鎖国会場直後から絹の道の中継地、集散地として栄え、その流れで現在の原町で2丁目付近には多くの商店が立ち並んだ。明治時代以降に横浜線や小田急線が開業すると、駅近隣の発展は急速に進み始める。 そして、1960年代から1970年代にかけて住宅供給公社や当時の日本住宅公団によって市内に多数の大規模集合住宅が建設されると、大丸、緑や、彩花や、大英と業態転換した閉店後、建て替えを行って、現在は高層マンション及び大英などの百貨店、スーパーマーケットが次々に駅前に進出し、 商業地としての地位を確実なものとした。今日では小田急百貨店や東急グループの商業施設をはじめとして、ルミネ、丸井モディ、声優ヨドバシカメラ、ビッグカメラ、ドンキホーテ、ジョルナ、ブックオフなどの大型店が林立し、さらには古くからの庶民的な商店街や若者向けの店も数多くひしめき合う都民のみならず、神奈川県民も多く訪れる日本でも、 有数の商業地として著しく発達しており、小田急線沿線としては、新宿に次ぐ2番目、横浜線沿線では、最大規模の商業地となっている。このように、当駅周辺は、多くの若者向け商業施設が集積していることから、西の渋谷と呼ばれることもある。このような大商業地でありながら、周辺の南町田、橋本、南大沢、新百合ヶ丘、 エビナなどに開設されたシネマコンプレックスとの競合により、2巻あった小規模映画館が閉館したほか、郵政事業ミニ映画に伴うパルルプラザ、町田閉鎖に伴う併設映画館の閉館により、当駅周辺には映画鑑賞施設が存在しない状態となった。横浜線原町で駅跡地周辺は、駅の移転後に合わせて再開発され、 1983年にバスターミナル、自転車駐車場、自動車駐車場、商業施設、JR 町田駅ターミナル口改札からなる町田ターミナルプラザが開業し、東京急行電鉄が所有する商業棟には、テナントとして東急ハンズが入居した。その後、東急ハンズは東急百貨店町田店の再編に、2007年に百貨店とに一旦閉店し、 同年、百貨店を業態変更した専門店ビルである町田東急ツインズに移転した。東急半随店後のターミナルプラザ商業棟には2008年5月23日にファーストリテイリングが経営する商業施設のミーナ町田が入居している。一方、ターミナル棟の1階は町田ターミナル、2階はターミナル8と称し、9つの店舗が入れる。 商用スペースとなっている。ターミナル8は一時期、マクドナルドと喫茶店以外営業していない状態だったが、2008年のターミナルプラザ改装と2009年の町田ターミナル停留所への観光バス乗り入れによって、新たに数店舗が入居している。ターミナル8と商業棟の間は出会いの広場と称する子供用遊具が設置されていた広場で繋がっている。 出会いの広場の奥には、1983年10月に設置された和田康夫作、水のオブジェという作品があったが、ミーナ町田の開店に伴い子供用遊具と共に撤去されたが、後に子供用遊具が撤去したオブジェの位置に戻っている。出会いの広場の北側には、ターミナルデッキと称するペデストリアンデッキがあり、JR 町田駅ターミナル口から、 町田市立中央図書館までつないでいる。このターミナルデッキ上には1983年10月に設置された黒川気象作シティゲートという作品があり、このモニュメントが真南北を示している。JR 町田駅から小田急町田駅までの間のペデストリアンデッキは往来が激しく人通りは耐えることがない。JR 中央口と 小田急西口との間には、ペデストリアンデッキが2つあるが、丸い側のみに屋根があり、東急ツインズ、モディ側には屋根がない。丸い側は1980年の横浜線、町田駅移転と共に開設され、JR と小田急の連絡通路として使われたものだが、やがて常に全体が溢れ返るほど混雑したことから、モディ側にも1993年に追加で、 デッキが建設された。なお、どちらも将来はターミナル側のデッキへの延伸接続を計画しており、実際に一部がターミナル方面へ伸ばされているが、1999年にルミネ前の一部が延伸されたのを最後に工事は止まっており、現段階では延伸の目処が立っていない。JR 中央口と町田東急ツインズとの間のペデストリアンデッキ場の広場は、 モニュメント広場と称され、その名の通り、回転する曲がりくねった棒でできたモニュメントが存在し、多くの鳩や鳥類が乗ったまま回転している光景もよく見られた。このモニュメントは1980年に設置された伊藤隆道作、動く彫刻工の舞という作品である。この広場にも屋根がなかったため、一時期は傘を貸し出すサービスを行っていたが、2006年末頃に、 モーニュメントを取り囲むような形で、布製の屋根が設置された。町田東急ツインズのイーストとウエストとの間の道路上の JR 町田駅、北口ペデストリアンデッキ向かいには、多摩都市モノレール、町田駅の設置が計画されている。すでに導入空間となる原町田大通りの一部は、開通し、振動の建設も進められているが、多摩市、南の町田市、小山田、 朝日町セリが谷公園付近など一部区間での用地買収が滞っており、また、玉都市モノレールの財政的な問題もあるため、現時点でモノレールが町田駅まで延伸する目途は立っていない。なお、町田東急ツインズの両間の間を結ぶ連絡橋は、この計画があったために5階という高い位置に作られたとされる。商業地域から JR 町田駅を挟んだ。 南口側には駅のすぐ目の前に大型家電量販店のヨドバシカメラがあり賑わってはいるが、その他は北口方面と比べると商業施設などに乏しい。また JR 南口資金の相模原市南区上鶴間本町にはかつて田んぼと称された風俗街が存在し、現在でも性風俗店やラブホテルが数多く並んでおり、一部のマスコミからは 西の歌舞伎町と呼ばれている。2007年4月にはその風俗店などが並ぶ場所に存在する町田駅南交差点付近で暴力団組員による銃撃事件が発生し犯人を確保するために多数の警察官や警視庁の特殊捜査班が駆けつけ近隣地域を管轄警察官が立ち入り禁止にするなど大きな騒動になった。銃撃事件発生後は 駅周辺の各所に警察官が配置され治安が強化されている。なお、口述のように南口側の原町田一丁目では町の賑わいを喪失する方向で再開発が検討されている。東京都町田市と神奈川県相模原市の境界とされた境川はかつては激しく蛇行しており、河川改修によって流路が直線化された後も漁師間では一部区間を除いて、 都県境が非常に入り組んだまま残されている。そのため、前述のように JR 町大駅南口前のデニーズをはじめとした周辺の一部は境川の北側ではあるが神奈川県相模原市に属する。駅からしばらく歩くと緑や公園が多く存在し、緑が豊かな町としての一面もある。駅周辺にある公園の一つであるセリが谷公園には、 町田市立国際版画美術館があり、古今東西の多くの版画が常設展示されている。一方、駅周辺の上空は厚木海軍飛行場への空路となっていて、爆音を聞き空を見上げると軍用機の下部を見ることがある。1964年には当時の繁華街で軍用機の墜落事故が発生し、事故現場周辺にいた4名が死亡するという惨事もあった。 駅周辺の再開発計画小田急線、町田駅周辺地区及び原町田に一丁目地区の2地区で再開発が検討されている。なお、この2地区は町田市の基本計画、町田未来づくりプランにおいて町田駅周辺の魅力を向上させるプロジェクトの重点検討地区に位置づけられている。小田急線町田駅周辺地区では、 建物の老朽化などが目立つため再開発を視野に入れているほか、新たにバスターミナル機能の導入も検討している。また、原町電一丁目地区は、JR 町田駅南口の玄関口でありながら、鉄道により回遊性が遮断され、駅前のヨドバシカメラ以外は賑わいに乏しいことから、老朽化が問題となっている、市営駐車場の建て替えを中心として、 商業施設の導入などにより、賑わいの創出を目指し、町田市では2018年3月に、JR 町田駅南地区町づくり整備方針を策定し、今後おおむね5から10年程度かけて、事業を進めていく方針である。など、先週学校前期の一般家庭登録の予備校を除く。高等学校あたり駅周辺には、下記の5つのバス停留所があり、 時間帯や方面によって発着場所がそれぞれ異なる。町田駅周辺にはタクシー乗り場が4カ所ある。明治時代に横浜鉄道が開業した当初、原町田の中心地は現在の町田市立図書館などのある原町田2丁目付近であり、原町田駅もここに近い位置に設置された。対象後期より昭和初期の小田原急行鉄道の建設の際、 もともと本町田から成瀬、金森方面へ抜ける経路で計画されていた路線を、玄町田方面経由に変更した際、玄町田周辺が、多摩丘陵と相模原大地の境界部であり、周囲には深く切り立った渓谷や高い丘陵を避けるため北西へ迂回したことになり、路線の開業時に、新原町田駅は、当時の市街地から離れた場所に設置されることとなった。 現在でも玉川学園前駅から相模大野駅にかけては急で長い勾配が存在する。その後、両路線や原町電が発展するようになり、国鉄横浜線と小田急小田原線が事実上の乗り換え駅となったものの、二つの駅の距離は離れており、バス停留所もそれぞれ独立した場所にあったため、利用客などから駅を移設して乗り換えを便利にしてほしいという声が高まっていた。 大勢の乗り換え客がそれぞれの駅に向かって走るので、経路になった道路は通称マラソン道路と呼ばれていたほどである。そこで町田市などは横浜線の駅を小田原線と横浜線の交差地点近くに移設しようと計画したが、これに対して二つの間にある商店街が猛烈に反対を唱えた。というのも乗り換え客の中には途中でこのような商店街に、 立ち寄る人も非常に多く、駅が移設してしまうと、このような客がいなくなる恐れがあったからである。その後も反対運動が続けられ、4000人を超える署名が集められた。その後の交渉で現状のままにする。横浜線の駅を小田原線の駅に近づける。横浜線の駅を小田原線の駅に隣接させる。 の3案が出され、長い交渉を経てにの案に決定した。こうして、横浜線の駅は移設することになったが、これは商店街の声も一部配慮したものであった。連絡通路による乗り換えには約5分かかり、ラッシュ時などはそれ以上の時間を要する場合もある。注釈出店報道発表資料、ありがとうございます。